ここは東京海浜病院。日々緊急事態に向き合う MER メンバーの物語だ。 Go! Go! 東京 MER。 本日も MER の活躍により現場死者ゼロでした。よかったですね。お疲れ様です。お疲れ様です。よし、ではここ数日の功績をねぎらって今夜のカラオケ大会に MER のメンバーも参加させろ。あ、いえ、伝えたのですが北見チーフは参加したくないと。何？どういうことだ？それも聞いているのですが、カラオケはちょっとという回答ばかりで。いや、何としてでも連れてこい。警察の威信にかけてだ。いや、しかし、まだ悔しくないのか？すいません、貸してください。あ、 MER の北見と言います。警視庁が主催するカラオケには MER 参加できません。君に意見は求めていない。これは警察のプライドの問題だ。プライド？カラオケが？君たちが断るのは今回が初めてじゃない。いや、しかし、こんだけ断られたら警察の恥もいいところだ。警察の恥？カラオケが？いい加減にしろ。このままじゃ警察のメンツは丸つぶれだ。警察のメンツが丸つぶれ？カラオケで？なぜそこまで嫌がる？何がそんなに嫌なんだ？いや、なぜそこまで来させたいの方が問題だと思います。うまくもない上司の歌に拍手をして歌いたくもない歌を歌うのがそんなに嫌か？言ってません。僕は何も言ってません。まだイヤホンで聞きながら歌ってる時はうまいと思えたのに、カラオケで歌ったら全然うまくない自分がそんなに嫌か？それはある。それは経験あります。北見、お前が嫌なら別の代役を立てろ。 MER で別の代役を立てろ。都知事の赤塚です。何？赤塚さん、私が歌います。いや、私が歌えばいいんでしょ。私を待ってるんでしょ、みんな。いや、赤塚さん、私カラオケ得意です。都知事の赤塚ってあれか、乃木坂とか二次優を歌ってマイク離さないっていう噂に。そうだよ。すいませんが赤塚知事。はいです。失礼ですが、あなたのカラオケ愛を試します。喜んでお受けします。あなた、はい、一人で歌うのが恥ずかしい子がいたら一緒に歌おうって誘えますか？はいです。3番まである歌も1番と同じように手拍子を続けられますか？はいです。どんな歌にも愛の手を打つことができますか？愚問です。では今からこの歌に愛の手をつけてください。いらっしゃい。土産は個包装。分けやすいよね。土産は個包装。配りやすいよね。土産は個包装。一緒に。でげでげで。この方だ。今夜は赤塚知事をお呼びしろ。ありがとうございます。東京都の未来は明るいな。